首の長いキリンさん、鼻の長いゾウさん、そして可愛らしい姿のプレーリードッグなど、多くの動物を間近で見ることができる場所といえば動物園。こんにちは、静岡市プロモーションレディの黒木美希です。今日は私と一緒に動物園を楽しみましょう。黒木さんがやってきたのは日本平動物園。正面を入って最初に目につくのがレッサーパンダ。レッサーパンダを見つめている男性がいます。こんにちは。あ、こんにちは。レッサーパンダがお好きなんですか？はい、大好きなんですよ。可愛いですよね。実はこの男性、日本平動物園の園長、柿島康弘さん。レッサーパンダは普段どんなところに住んでるんですか？あのですね、中国の寒い地方なんですけど、標高が1500から2000メートルぐらいの山岳地帯に住んでるんですね。なので実は暑いのが苦手なんですよ。なのでうちの動物園では暑い夏は室内展示室もありますので、そちらでご覧になることができます。レッサーパンダは何頭ぐらいいるんですか？今うちの園には8頭いますね。8頭、はい。あのレッサーパンダの繁殖は難しいですか？そうですね、これも相性があるので、今回このガオガオとホーマは初めてのペアリングなんで、はい、あの相性よく生まれてくれることを期待してますね。今ね、楽しみですね。このガオガオとホーマーの見分け方はあるんですか？うん、そうですね、この2頭はねすごく分かりやすいんですけど、ホーマーはねアメリカから来た個体で、その体が大きいんですよ。まずで、あとね、毛の色とかもやっぱ違って、ちょっとホーマーは毛の色薄いんですけど、ガオガオの方がちょっと黒っぽいというか、そういう毛の色とかもありますし、あとはねこの白い毛の生え具合ですよね、はい、そこがこう白いとか、どういう風な生え方してるかでもこう見分けつくと思いますよ。日本平動物園にはおよそ160種類の動物がいて、それぞれグループごとに分かれているんです。やってきたのは猛獣館ニッキュッキュ。ここは子どもたちにも人気の施設で、はい、ホッキョクグマやゴマハザラシ、はい、4種の猫がですね、アムールトラ、ライオン、ピューマ、ジャガーの行動学的生態展示をしているところです。北極馬になりますね、ここにね。大きいですね、はい、ちょうどね今手前に2頭いますけど、はい、ね、手前にいるのがねオスのロッシー、はい、で奥にいるのがメスのバニラですね。はい、2頭いますけれども、うん、いつも2頭このように展示してるんですか？いつもじゃないんですね、実は北極馬2月から4月ぐらいにかけて今、この2頭は交尾期なんですね。はい、なので2頭が見れるのは今の時期ですね。実はね、ここのガラス面が陸地にいる2頭を一番近くで見えるところなんですよ。あとの面は泳いでるところがよく見えますけど、2頭こっちにいるとね、ほら肉食いもよく見えるでしょ、ここから。本当です ね、すごいこう距離が近いっていうところがうちのこの猛獣館の売りなんですけど、このロッシーの尻尾が、はい、黒く三角になってますけれども、これはどういうことですか？実はねロッシーね座るんですけども、今バニラが座ってるみたいな座り方すると、お尻のここがね、擦れちゃってるんですよ、毛が擦れちゃってる、ちょうど毛が抜けちゃったってことですか？そうですよね。動物は簡単に海外から輸入することができません。そのため日本にいる動物たちでその数を増やすことに努めているんです。ところで黒木さん、静岡市には何種類ぐらいの野生動物がいるかご存知ですか？そうですね、20種類ぐらいですかね、実はですね52種類の陸上哺乳類が確認されているんですね。この数はですね、やっぱ全国本州的に見てもすごく多いんですよね、はい、で、この静岡市にいる哺乳類をもっと知ってもらおうということで、はい、今ビジターセンターの方で静岡市まるごと動物園という企画をやってますので、はい、ぜひご覧になっていただきたいですね。そうなんです、
こちらのビジターセンターには野生動物の標本や動物の毛に触って違いを感じたりする体験コーナーなどが設けられているんです。このほかビジターセンターでは年間を通じて様々な企画展を行っています。こちらはふれあい動物園、小動物との触れ合いやポニーに乗馬体験、ゾウのトレーニングなどいろんな催し物が行われています。動物園って子供だけかと思いましたが、大人でも十分楽しめますね。園長さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。